夢人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分は上上。10月26日土曜日、梅田スカイビルの4階にありますテアトル梅田さんにて、映画ほなまた明日の舞台挨拶がありました。監督の道本監督と主演の田中誠さんが参加されています。ぜひご覧ください。そうですね、タイミングがちょうどそうか、やりたいというところに僕からオファーがいったということですか、ね。本当にそうですね、タイミングが良かったという感じでした。あ、なるほどね、はい。まあ、そういうあのワークショップオーディションですけども、田中さん的にはこの企画に応募したきっかけというか、きっかけ気持ちは、はい、そうですね、その時ちょうど2年ぐらい8年1年半ぐらいですね前の時に、その私がお芝居をレッスンとか受けずにずっと始めちゃってて、で改めてその他の役者さんたちがどういう風にお芝居をされるのかっていうのを知りたいっていうのを、自分がそういうのを受けたいと思ってネットで調べてワークショップを片っ端から申し込んで参加してた時期に、その共演した方がこの演舞ゼミナルも受けるよっていうのを教えてくださって、で私もじゃあ応募してみようって感じで応募したんで、その正直そのどういう映画を作るための作品かとか、ワークショップかとか全然知らずに応募しちゃったんですけど、いざ行ってみると道本さんもすごいこういう素敵な方だし、なんかその作品のなんかプロットっていうか、簡単な台本みたいなのを読ませていただいて、こういう作品作りたいみたいなワークショップ中に聞いて、あ、これ私出たいなと思って、まあ、負けず嫌いなのもあってオーディション頑張ったって感じです、ね。関西弁っていうのは、募集要項にあったと思うんですけど、そこはあまり別にいけるっていうことではなかったんですね、はい、全然そこはあまりワードじゃ引っかからなかったんですね。まあ、でもね、関西弁はね、やっぱり田中さんが上手だから良かったですね、企画としては。さすがに奈緒は、そうですね、奈緒以外は、関西出身じゃない人キャスティングするんですけど、奈緒関西人じゃなかったらちょっと無理だ。確かにそうですね、成立しない、成立しないですね。関西弁でこうナチュラルにお芝居をするってすごく難しいと思ってて、私は関西出身なんで、その東京行ってお芝居をやった時に標準語でお芝居するのにすごく苦労して、最初なんとかじゃんとかなんとかだよねなんか使ったことないのに、それをこうフラッと出さなきゃいけないし、アドリブとかが始まったら全部関西弁になっちゃうし、それがすごい苦労しました最初。確かにアドリブ大変ですよね。アドリブが全部関西弁になっちゃうから、そうそうそう、もう自分で決めて、もしここをなんか振られたらなんかこう返せるみたいなぐらいしないと大変だから、今回もやっぱりみんないろんな地方の人たちがいて大変だったなと思います。そうですね、はい。そこはやっぱり関西を舞台にしたいっていうのはこだわりだったんですかね、道本監督。そうですね、やっぱり今まで作ってる前作の短編も関西弁でやらせていただいて、やっぱり自分のルーツが関西にあるので、やっぱ関西弁が大好きすぎる、大好きすぎるというか、なんかやっぱこうきつく言っても柔らかく聞こえる、なんか魔法の方言が言葉なので、うん、なんかすごくありがたく使わせていただいてると思います。シナリオもベースは関西弁で書いてます。関西弁で書いてます。なるほど、はい、そこのニュアンスから全部関西弁でやってるから、はい、シンプルに来てますね。そうなんです。なので初めは4人とも関西弁なので、まあ、それぐらいで本を書いてて、で途中でキャスティングする中で標準語に変えていく作業の方が難しくて、結構そこは俳優部に迷惑をかけたポイントでもあるかもしれませんね。秋田さん、設定的に出身は違うけれども関西弁を喋る人たちみたいな形ですよね、はいはい、そうですね。そのあたりは田中さんなんか相談とかされました、その他のキャストから。そうですね、始まる前にその関西弁喋れないから手伝ってほしいって言われるんですけど、私京都出身で大阪の関西弁とまたちょっと違ったりもするし、女の子が喋る関西弁と男の子が喋る関西弁も違うし、なんかすごく難しかったですね、それを伝えるのが。なんかお芝居をやっててもやっぱりちょっと関西弁違うなと思うと関西人なのに気づいちゃうんですよね。でそれにこう意識がわーっていってお芝居がこう成立しなくなる瞬間とかもやっぱり正直あって、それをこう慣らしていく作業っていうのはリハーサルで結構やったけど大変だったなと思います。そうですね、みんな大変でした、うん。
全然話変わりますけど、はい、田中さんにとってこの直っていう主人公は、まあ、身近なっていうか自分に近いものなのか違うものなのかっていうのは どうだったんですか。あ、最初台本をいただいた時は私こんなタイプじゃないと思って結構そのドシンとするとかそういうのあんまりしてこなかったと思ってたから、あ、全然合わないかもと思ったけど、でもなんかリハーサルを重ねていくたびにその監督と話し合う機会もいっぱいあったりとかしていく中で、あ、私合ってるかもって、他の大学生役のさやちゃんとか一緒にカフェ行ったりとかして喋ってる時もなんかいろいろ言ってくれて、あ、私って周りから見たら直っぽいのかなっていう自覚もだんだん芽生えてきて、で撮影始まったら多分まあなんかそういう感じでいきそうだなっていうのがふわっとあって、気づいたら多分私にそういう部分があったことをこの作品をやる中で気づかされていったなっていうのがすごくあります、うん、それでも仲の良い方とか見たら割と君まこっちゃんじゃんみたいな言われるんですか。まんままことやんってめっちゃ言われるんで、私ああいう感じなのああいう感じで嫌だなちょっと嫌ですけど、嫌ないでください、嫌なそう素敵な女性は素敵な女性なんじゃないですか。我が道を行くみたいな、はいはい、人を置いていくタイプですね。そうです、ね、そうやっちゃいます。そう、監督からしたらどうなんですか、その、まあ、最初オーディションからあった時から、はい、なお演じるまでの田中さんに対してのアドバイスとか、はい、あるいはその成長していくっていうか変わっていく様を見た感想とか、どうですか。どう、なんか結構本当めっちゃ多分撮影前お忙しい中に、確かにドラマとかいろいろ入れたり、そうですね、はい、その中でもめちゃめちゃ覚悟を持って挑んでくださって、まあ、座長でもあるし、そうですね、なんかそのでもなんか座長だからとかじゃなくて本当シンプルに なおへの覚悟をすごく作ってくださったっていう、そうですね、写真をこう院前に、カメラを渡して、劇中で使うカメラを渡して、あのもう空き時間にも写真を撮ってくださいとお願いして、本当にめっちゃ忙しい中、時間作って本当写真撮ってくださったりとか、その前も、フィルムカメラじゃない段階でもこう、1日1枚写真撮ってくださいみたいな、で、できれば第三者を撮りましょうみたいな、主演の4人にお願いして撮っていただいたりして、なんかもう、そこから意気込みがやっぱり田中さんがすごかった、まあ、みんなすごかったんですけど、そうですね、すごかったんで、でもやっぱりその直ってその4人の大学生の中でもみんなを引っ張っていく存在だなと思ったんで、そういうのを背中で見せるじゃないですけど、自分がすでにそうあらなきゃいけないっていうのはその台本を読んでちょっと思ってたというか、その忙しいとかいろんな予定がっていうのはもう全部置いといて空いてる時間をそれをやってるっていうのを見せないと多分誰もついてきてくれないなとは思いました、ね、すごい嬉しいですよね、そこ言っていただけるの、ね、監督としてね、監督良かったですね、はい、本当に嬉しいです、はい、まあ、先ほどあのバイトさっき言っておっしゃいましたけど、はい、まあ、あの冒頭の歩くシーンとかのこの周辺を取り入れたのはやっぱり監督 の、 あの意見ですね。そうですね、ぶっちゃけ、大阪ロケは初日で1日だけして、田中さんだけ連れて大阪にでロケハンとかをやったはやったんですけど、その決め切ってやってなくて、前日にスタッフ皆さん来て車で回りました、はいはい、車で回ってロケハンを軽くした軽くしましたね。でも結局決めきれず、私の脳内にある大阪っぽい場所を、じゃあ次はなんとなくこの難波のグーグルの中でここですみたいな、ここ行きましょうとか言って連れて行って、で田中さんにはカメラ持ってもらい、あとカメラも後ろについて、あとじゃあこの道を、まあ、好きな写真撮ってくださいみたいな感じで、それだけ撮ったので、だから場所はやっぱ私しか把握してない。そういうことですね、はい、でもここはやっぱり撮りたかった場所だったんですね。あ、そうです、もう今はなき梅田の今もう完成しちゃったんではないですけど、公園とかね完成してしまったから、そうなんです、すごい撮りたかったんですね。まあ、そういうでも思い出っていうかね、その映像も残っていることが映画の良さだよね。いや本当に梅田大好きなので、梅田お庭ですか、その街ってこんなに猛スピードで変わるんだみたいな、そこがやっぱ自分の映画に残せたことはすごく嬉しいです。そうですね、はい、でもやっぱこうやって
映画って見ていただくところまでが映画だと思うんですけど、やっぱ長編を初めて作ったんですけど、長編をこう本当にいろんな人とこう喋る機会をいただけたり、コミュニケーションを取る機会をいただけていることが本当に幸せで、今こうやってここに来てくれたことも本当に幸せで、でも確かにあのワークショップ映画も私初めてだったので、こう俳優部の方とこんなに密に話せることも結構、ね、確かに幸せ、このテアトル梅田さんでかけていただけることも本当に ありがたいというか、多分僕らい本当に小さな映画で、私たちスタッフ俳優部すごい宣伝頑張ってるんですけど、やっぱり届かない人たちが多くいらっしゃって、もし今日映画気に入ってくださった方がいたら、SNS だったり、ちょっと私、アンチ SNS みたいな映画なんですけど、やっぱ今映画の集客 SNS 必要なので、 SNS だったり、フィルマークスか映画 .com とかの口コミが本当に大事で、書いていただけると、そして一緒にこの映画盛り上げていただけると本当に嬉しく思います。じゃあ、最後の一人ずつじゃあ挨拶先に行きましょうか。今日は皆さんお忙しい中、貴重な土曜日の夕方にお越しいただきありがとうございます。私 YouTube やってるんですけど、その田中真子の電波っていう、私田中真子って言って田中真子の電波っていう、YouTube チャンネルで、この映画の初日舞台挨拶の裏側を、YouTube で昨日あげたんですけど、そこでその俳優みんなのこう素顔とかちょっと見れたりもするので、もしお時間があれば流し見してください。ぜひすごいのほほんとしたのほほんとしていこうかな。15分ぐらい20分ないぐらい、はい、一人で全部です編集したんで、私がぜひ見てみてください、っていうのと、またこれからこの映画は何回見ても多分見どころが変わったりとかして、噛めば噛むほど系の映画だと思っているので、もしよろしければあと5日間ぐらい上映しているので、もう一度誰か誘って一緒に来ていただければなと思います。本日はありがとうございました。この映画、大阪で上映するのはテアトル梅田さんだけで、しかも1週間限定と言われてるんですが、はい、もしかしたら動員がすごければ延長もあるかもと。そうなんです。いうことで、うなずいてらっしゃいます。うなずいて、ありがとうございます。延長もあるかも、そうです、ね、今日と明日が爆発的に入れば入るかもということで、ちょっともう押し付けがましくて申し訳なくなってしまいました。すいません、ガツガツ行きましょう。本当に一人友達誘って来ていただいたりとか、お勧めていただいたりとか、引き続き大阪での上映も応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、楽しい舞台挨拶でしたね。道本監督、そして主演の田中真琴さんの人柄も含めていろんなことが知れた舞台挨拶でした。そして映画の舞台裏もですね、ちょっと覗けたかなと思うようないろんなことが知れた舞台挨拶でした。さあ、こちらの作品、まだテアトル梅田で明日もやってます。ぜひ、たくさんの方ね、お友達お誘いの上で行ってみてください。ほな、また明日。